皆さんこんにちは。スペースアートダンス TV で今日もエナジー全開ステップアップしていきましょう。この動画はロッキンの王道ステップスクービードゥをマスターしていくための練習動画となっています。初心者でも取り組みやすいステップですが、上半身と下半身こちらを融合させていくのに少し慣れが必要なステップだと思います。この上半身と下半身を同時に動かすということでつまずいてしまうケースもよく見受けられます。ロッキン独特のフレーバーに憧れる方も多いと思います。このフレーバーをゲットしていくためには少し練習量が必要になってきて、慣れていくことも大事になっていきますので、ぜひね一緒に練習していきましょう。もしスクービードゥのやり方がまだわからないとか、部位別に細かい解説が欲しいんだよねという方のために別動画にはなりますが、しっかりと部位別で解説している、そしてスロー映像なんかも交えて解説している動画もご用意していますので、ぜひご利用ください。今日からロッキンをスタートとか初心者の方にはとてもおすすめな動画になっています。スクービードゥはロッキンを踊りこなす上で一番必要になってくるのではと思うぐらい基礎中の基礎が詰め込まれているステップです。使用頻度もとても高いです。オーソドックスなやり方からいくつかのバリエーションまでご紹介していますので、一つのものを選んでやり込むのもよし、バリエーションをまんべんなくマスターしていくのもよし、皆さんの好みに合わせて練習してみてください。ロッキンの王道ステップシリーズとして4つのステップをご紹介しています。この4つのステップをマスターするとロッキンの他の技へ応用が効きやすく、かなりねマスターする効率が上がっていくというものをチョイスしています。ロッキンに興味はあるんだけれどもなかなかとっつきづらかったんだよなとか、これからしっかりとマスターして自分の知識も高めていきたいという方におすすめのシリーズとなっています。関連動画は概要欄の方にリンクを貼っておきますね。スペースアートダンス TV ではこのようにダンスレクチャー動画はもちろんのこと、ストレッチや筋トレなど体にまつわること、私生活にお役に立てる情報などもお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので通知ボタンの方も押していただけるととても嬉しいです。それでは早速スクービードゥの練習を取り組んでいきましょう。大きく踊ることが初心者にはまずは必要になってきますので、できるだけね小さくまとまらずに体を大きく使って汗をいっぱい流してください。それではいきます。5、6、7、レッツゴー。それではスクービードゥの解説を行っていきたいと思います。こちらスクービードゥというのはアニメのキャラクターからインスパイアされてできたステップだそうです。スタイルは人によって本当に様々なやり方があるんですけれども、大枠でこのトゥアローからロック、そしてキックから足上げ踏み込む、このパックは変わらないようになっていますので、しっかりとここを覚えていくようにしましょう。しかし最初のトゥアローロックをはしょって、最後のこのステップだけをスクービードゥっていう場合もありますので、そこはねそういう言い方もあるんだということで頭の片隅に置いておくといいと思います。さあ今回ご紹介するのは一番見られるやり方といっても過言じゃないと思いますけれども、このトゥアローロックジャンプして、このジャンプした後にステップを入れるやり方と、
少し応用としてロックをするときにツイストを入れてからステップをするもの、そして最後のステップをすくい上げるように持っていくスタイル、この3種類をご紹介していきたいと思います。それではメニューの流れに移っていきますが、大前提として足なんですけれども、私はこのように一つを前にして斜め、そして後ろの足を重ねるようにして斜め、このような構え方をしています。皆さんはお好みのやり方で構えていただいていいんですけれども、大事なのは膝がしっかりと柔らかく使えてすぐに動けるっていう体勢を取るのが非常に大事です。ではパート1の流れなんですけれども、まず先ほどもお伝えしたようにトゥアローからロックをする、この反動を利用してジャンプをします。ジャンプをした後に空中で足を寄せて、最後着地の時に合わせてキックします。ジャンプキックですね。そしてこのキックと同時に足を入れ替えていく流れで、ワン、ツー、スリー、フォー、そうしましたら着地のところでフォー、しっかりロックするようにしてみてください。ロックはね、この形だけじゃなくて、しっかりと鍵をかけて止まるっていう形を大事にすることもありますので、このような形でまずは止まるということを練習していただきたいと思います。そしたらつなぎの部分なんですけれども、ここからしっかりと下からキャリーアップなんかを入れながら上にトゥアローにつないでいくという流れをやってみてください。これを合計4回やって4エイトやるのがパート1の流れになります。さあパート2では今のスタイルを連続して8回4エイトやっていこうということですね。連続してみます。7、8、1、2、3、4、1、2、3、4、このように連続して8回行うと4エイトになります。つなぎのところなんですけれども、足を踏み込みました、そこからしっかりとキャリーアップなんかを入れながらトゥアローにつないでいく、しっかりとアップの状態に持っていってからつないでいく、終わったらキャリーアップで上につないでいく、はい、このようなイメージでつないでみてください。さあパート3に移っていきたいと思います。パート3はこのロックのところで足がツイストされてからステップに移っていくという流れをやっていきたいと思います。トゥアローロックまでは全く一緒ですが、この時にジャンプしないで足を前の足の方へツイストしていきます。この時にロックが横に逃げないようにまっすぐ前に正面でやると、このようなイメージにしてみてください。そうしますとここが詰まってくると思いますので、この詰まりを解放してあげるようにしてステップにつないでいくと、ちょっとやってみましょう。セーブ、1、2、3、4、1、2、この16ビートを取るようにしてあげるとやりやすいと思います。1、2、3、4、これを連続で8回行うのがパート3になってきます。さあ最後パート4に移っていきましょう。パート4はステップをすくい上げるような形でやっていただくスタイルです。ちょっと横からお見せしましょう。トゥアローロックをしましたと、そのした後に前にある足をしっかりと後ろに足を上げていきます。この時に足上げ5方向という動画も出しているんですけども、オープンではなくてクローズの方にしてあげるようにするとやりやすいと思います。この腸腰筋が張っている状態から前にブーンとキックしていきます。キックしていくと円を描くように足が振られていきますので、ちょうどね8時とか9時ぐらいの段階で反対の足をジャンプしてあげるようにすると足が入れ替えられるようになりますので、しっかりと抱え込む引き上げの足を使ってもらって最後踏み込んであげると、でしっかりと決めてあげるようにイメージしてみてください。では横からお見せしましょう。セーブ、エイ、ワン、ツー、スリー、エン、フォー、正面からもせーの、ワン、ツー、スリー、エン、フォー。以上4つのパートで今回の実践メニューの方を終わりにしたいと思いますが、少しねいきなり難しいなと感じた方はこの別の動画になりますが、部位別にパーツ別に解説している入門編のようなものもご紹介しています。少し分解練習みたいな形に近いと思いますし、ちょっとねスローの映像なんかも混ぜて痒いところに手が届くような動画にしていますので、そちらの方をご覧いただいてからこちらの実践メニューをやっていただくのをお勧めします。またロックのステップの特徴として、少しハスに構えている、そして前になる足っていうのは基本的にずっと前にあるっていうことがね特徴として挙げられますので、できれば、若いダンサーの方には反対側も練習をしていただきたいと思います。こっち側からこういうステップですね。このように練習するためにも、そして私がやってた左側が前のスタイルで反転をした映像の方がやりやすいということもあると思いますので、そちらの方を流してこの動画を終わりにしたいと思います。それでは反転映像の方をどうぞ。
皆さんお疲れ様でした。スクービードゥの実践練習メニューはいかがでしたでしょうか。スクービードゥは上下の動きがメインになっています。つまり縦のリズムということですね。ですので初心者には非常に取り組みやすいステップとなっています。カウント3 and 4、この2カウントでスクービードゥと呼ばれることもあるんですが、こちらの方をしっかりと覚えたら次はご自身のニュアンスやシルエットまで追求していくことをとてもお勧めします。またトゥアローからザ・ロックにつなげるっていうのもロッキーにおいてはかなりインパクトのある動きですよね。こちらの方別動画にはなりますが、トゥアローもザ・ロックも解説している動画をご用意していますので、ぜひそちらの方も合わせてご覧ください。今回は主に3つのバリエーションを練習していただきました。ザ・ロックからビヨーンと跳ねるパターンです。こちらのやり方は一番使われると言っても過言ではないと思いますので、絶対にマスターしておいてほしいステップです。さらにステップの終わりで止まるっていうパターンとしっかりとつなげていくっていうこのパターンを練習しておくのも非常に大事になってきます。ワンエンツの部分でツイストを利用するパターンも練習していただきました。音楽をタイトに表現したい時などに有効になってくると思います。最後にすくい上げるスクービードゥも練習していただきました。こちらの方は溜めることができるのでリズムチェンジに利用したりとか、そういったねちょっと違和感を、いい意味でですよ、違和感を持たせるのに有効になってくると思います。複数のバリエーションを持っていなければいけないという決まり事は全然ないんですけれども、複数のバリエーションを持っておいた方が得になることもあると思います。逆に一つのステップを究極的に極めていくっていうのもロッキーの醍醐味の一つだと思いますので、ご自身のスタイルに合わせた練習の仕方を追求してほしいと思います。スクービールをしっかりと覚えたい、そして細かいところまで知識を得たいという方は別動画の解説編で部位別にレクチャーをしていますので、そちらがおすすめです。他にもロッキン王道ステップシリーズとして基礎となってくるステップをご紹介していきます。ロッキン初心者の方がどん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 次のステップを覚えていきたいですよね。その順番とかにも迷うことがあると思います。ここから覚えた方が効率がいいよというものを4つチョイスしてご紹介していますので、ぜひお役立ていただければ嬉しいです。関連動画は概要欄の方にリンクを貼っておきます。スペースアートダンス TV では皆さんがエナジーあふれるダンスライフを送れるように、そして少しでもハッピーにつながるように動画を作っていきたいと思っています。チャンネル登録、グッドボタン、そして頻度高く更新もしていますので、ぜひ通知ボタンの方も押していただけると嬉しいです。いつもご視聴いただいている皆様、本当にありがとうございます。なかなかロッキンのレクチャー動画更新できていなかったので、このね4つのステップご紹介できることをとても嬉しく思っています。もしこれからダンスを始めたいという方だったりとか、少しね年齢がいっちゃったからダンスなんて始めるのをどうしようって悩んでる方がいらっしゃいましたら、このロッキンっていうのはループが決められているステップ、技がとても多いんですね。ですのでできた時の達成感っていうのも比較的感じやすいものになっていますので、ロックダンスおすすめですので、ぜひロックダンスから始めてはいかがでしょうか。もしよかったら今日のスクービードゥだけじゃなくて他のステップでも一緒に汗を流していきましょう。それではまた次回の動画も頑張っていきます。今日は最後までご視聴いただきありがとうございました。Thank you.